どうも、タマリトリルのユージンです、今回もですね、リーガルプレイスにお邪魔しております、で今日はですね、こちら私のギブソン ES335 をですねちょっといろいろいじってもらおうかなと思っているんですが、で今日もお世話になります、野口さんです。どうも、どうもまたよろしく、よろしくお願いします。で、あの335なんですけども、ちょっとこのペグをですね今日交換したいなと思って、変えるのね、はい。でこれグローバーですね、グローバーがついてるんですけれども、これをちょっと音がなんというか重いので、ちょっとゴリッとするね。そうですね、グローバーはね。じゃあもうちょっと軽い音にできたらなと思って、ちょっとクルーソンタイプ、クルーソンね、はい。まあ、ちょっと変わったクルーソン買ってきたんだよね。そうですね、ポストのブラスのやつ、はい、あの音が良くなる、ね、はい。野口さんに言われたのを買ってきました。それね、あれの方が音がいいからね、はい、はい。ちょっとそれを変えつつ、なんかこのピックアップの高さがちょっとね、あの高すぎるというか、ちょっともわっとしてるなっていうのがあったので、じゃあまたちょっとサウンドメイクでね、そうですね、調整してね、今日はお願いしたいと思います、はい。じゃあやりましょうか。はい、ちょっとじゃあ、 最初にね音を出してみましょう。そうだね、はい。ちょっと軽い感じの方がね、はい、いいよね。はい、そうです。そこら辺をちょっと、うん、音をね、変えていけたらなと思います。そうだね、はい。じゃあやりましょう。じゃあマウスのね、弦を変えて、メンテもね、込みでね、はい、お願いします。これもね、ちょっとね、ストラト結構明るめだもんね、音ね。そうなんです。結構ね、うん、そのライブで、うん、あのギターを変えた時に、うん、結構変わっちゃう。音の差がね。そうなんですよ。まあいいんだけど、ちょっと変えすぎてもって話だよね。そうですね、うん。で今ストラトがすごくね、この間あのコンデンサー変えていただいてすごく良くなったので、ね、うん、まあやっぱりそうやってどんどんあのやりたいことは増えてくるよね。そうですね、うん。穴の大きさを変えなきゃいけないんでしたっけ。穴の大きさがね、はい、こっちの方がね大きいんだよ。実はね、グローバーの方が、グローバーの方が大きい、うん。で普通のクルーソンの、はい、ブッシュだと、これね、今回のこれね、買ったやつについてきたやつですね、オーセンティック、これどこだっけ、キー楽器、キー楽器のオリジナルになってます、ね、そう、これね、いいんだよね、うん。やっぱり重さとかが一番違うんですかね。重さっていうかね、このブラスのシャフトって、はい、ヴィンテージがそうだったんだよね。あー、なるほど、うん。一応ね、これですね、これここがブラスでできてるんですね、これね、軸のところが、そうそうそう、これがで結局これが鳴るので、はいはいはい、これの素材感で音が変わるってことだね。なるほど、うん。まあそこで振動したりっていうところですね。そうそうそう、最初はね、いや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 、そんな変わんないでしょって思ってたんだけど基本的には全部が楽器って鳴ってるから、はい、やっぱりそこの部分でね、でしかも弦がね直結だからね。あ、そうですね、うん。そういう意味ではやっぱり非常に大きな部分だったんだよね。こちらのキー楽器の確か後藤も関わってるんですよね。そう、後藤さんが作ってるのよこれ、はい。後藤さんにオーダー、スペシャルオーダーしてるのよね、はい。後藤はやっぱりすごくチューニングもいいっていうイメージありますね。そうそうそう、後藤はね今本当に世界の後藤って言われてるぐらいだからね、はい。それこそ海外の人の方が、はい、後藤つけたがるんだよね。日本人が作ってるものの精度の方がまあ信頼があるというかね、はいはい、ね、そうそうそう、外れました。測ってみようか、重さを測ってみるんです ね、重さ測ってみよう、はい。これ俺も測ったことないんだけど、どのぐらい違うか分かんないんだよね。これがもともと90年代の ES335 で変えてないと思うので、そうだね、はい。開けてみよう、はい、277g。 どのぐらい違うんだろう、はい。まあ素材にはまあ問題ではあるんだけど、はい、重さも、重さもね、これと あとブッシュもね、はいはいはい、ここあるから入りますよね。入りますね、よかった。ほら、重さこんな違うのよ。あ、結構違いますね。この間ね、こちらのブリッジも野口さんが
あのこっちの方がいいよって言われて、そうね、アルミに変えたんですけど、ね、その時も本当重さ変わったよね。全然変わりまして、音もね、音もね、鳴りがね、変わりましたね、やっぱり。うん、これがオリジナルのサイズなんだけど、はい、あ、なるほど。このまあこれセットについてきた、そう、セットについてくるね、僕が買った時に。これがブッシュで、はい、これがこれね、ほら、ゆるゆるでしょ、ゆるゆるだ、ゆるゆるなんだよね。なるほど。でこれを要は使えるようにするためのものが、このコンバージョンブッシュ、これね、毛がちょっと、こっちが普通のサイズ、こっちはコンバージョン、これちょっと径が大きいですね。でこれだと、ほら、ああ、いいフィット感ですね。そう、まあこれはギュッと入ってるけど、これやっぱりちょっとだけ広げて入れるっていうね、はい、これはそのギブソン系のギターは全部こっちの大きさとか、いや、ヴィンテージスタイルのものだと、はい、まあグローバー使ってないクルーソンのものだと、はい、まあこのままいけるんだけど、あ、なるほど、まあグローバーとかそういうものからのだとこれをつけないとダメなわけですね。なるほど、うん、これ、ね、塗装が乗っかってる分だけ塗装を取るみたいな、ね、ああ、そっか、うん、結構塗装もね、そうそう、厚いですもんね。これでね、これでね、専用の工具があるんだよ。あ、そうなんです。あ、これをプッシュする、そうそうそう、これでね、いくよ、便利でしょ。これは見てて気持ちいいですね。アメリカ人こういうの作るの得意だからねあ、これアメリカ製の、そう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 、あんまりグラグラだと良くないからね、はい、これもじゃあかそのテグだけ買ってすぐ、うん、取り替えようって思ってたらこういう人なんかあるんですね。そう、特にね、このコンバージョンつけなきゃいけないってなるとね、はい、ちょっと大変かもね、普通の人だとね。まあギブソン系のじゃあレスポールとか、うん、だいたい同じような作業になるか、ね、そうだね、うん、しっかり入りましたね。こんな感じね。はい。はい、美しい。で、ここから。前はね、ナットでツイしてたけどね、はい、表からね。これの、あ、そうですよね。そうそうそう。それが、結構ね、見た目的にも、やっぱ印象変わりますね。変わる変わる。うん、で、ヘッドも軽くなるしね。はい、ネジをね、使わないと。とりあえず下の下側のネジはね、そのまま穴使えるのよ。ああ、なるほど。うん、あ、そっか。グローバーの時は下側だけで。そう、下側だけなんだよね。まずじゃあ下をくっつける。そう、下をつけて、まあ大体の位置をね、はい、決めて。曲がってついちゃうとかっこ悪いか、ね。そうですよね。とりあえず下ね、はい、下がついて、でちゃんとね、左右対称化とか、ね、ここからその上の目星をつけてくるって感じですね。そうだよね、これでほらこう、こういう差があるからね、はいはい、どうかね、どっか曲がってないかね。いや、良さそう。これでいきましょうかね、はい、はい。で大事なのはちゃんと下穴を開ける、はい、ああ、先にいきなりネジでいかないように、うん、そうそう。でこの取り付けネジって、はい、意外と弱くて、ああ、そうなんですか。グリ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 ってあまりにもやりすぎると、はい、モキッと折れちゃうんだよね。あ、ネジの側、そう、ネジが。そうするともう大変よね、これ本当に見てる人たちも、はい、こういうのちゃんと下穴開けないとっていうのをね、教えないとね、モキッと折れたら大変だからね。そうですね、うん、入れる長さを
こうやってマーキングしてあげればね。ああ、なるほど。そう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 。こうそう、こうズドーンってちょっと終わるでしょ。嫌でしょ。それは嫌ですね。これはね、嫌だからね。軽くなりましたね。そうでしょ。こうあんまり力の入らないやつでやるのよ、はい、あのグッていかないように。そう、あの結局こういうでかいのでさ、はい、いやこれでもねサイズは合うんだよ。これのサイズは感じしちゃいますね。でもこうやってグリグリってやると、はい、やっぱり、ね、力がかかりすぎちゃうので、はい、折れると怖いのでちっちゃくてあんまり力がかからないものにして。なるほど。でこうやらずにあもう本当に、ね、こう優しく相談しながら木とね、木とネジと相談しながらみたいな、こんな話してる間に。はい。あ、美しいですね。うまく取り付けられました感じでね。はい、まあ、あとはまあいつも通りのメンテナンスもしないとね。はい。今回、ペグが変わったので、はい、この出る長さがちょっとね短くなったんだよね。ちょっとその穴の下がちょっと短いですね。そうそうそう、はい、そうすると今まで通りに二巻きとか巻けないのよ。はいはいはい。特に6弦がね。なるほど。6弦5弦4弦ぐらいまでそうかな。はい。なのでこれをまず上に一回転。上に一巻き。上に一巻き。はい。で下に行くと、よいしょ、まあちょうど全部いけるかなみたいな感じだね。はい。うん。これだけ覚えておいてくれる。わかりました。1個絡ますから。そうだね。まあじゃあ3弦以上上は、3弦以上上はあの細いから普通でいいかな。あの4弦までこのラウンド弦だけかな。はい。ラウンド弦だけをちょっとこう巻いてもらう方がいいかな。なんかでも今のボーンだけですげえシャープになった気がしますけど。ん？あ、音が、うん、関係ある関係あるよ。それだけでも音変わるよ。だってここに、うん、ここにだって振動が来てるんだよ。そうですよね。そりゃあもろですもんね。そりゃあそうだよ。ね、前も言ったみたいに俺は右手でしか巻かないからね。まず1弦から。そう。こっちは、そうそうそう。こっちは普通に。そうだね。こっちは普通に下に行っちゃっていい。ちょっとこれでじゃあ一回抜いて、はい、はい、じゃあこれで、はい、できましたね。じゃあサウンドチェックしましょうか。はい、やってみましょう。はい、はい、じゃあ、こちらフルーツのタイプでね変えていただきました。はい、ちょっと音を出してみます。したというか、ね、回ってるところがかなり減りましたね。原稿は大丈夫。原稿は大丈夫。でもチョーキングもしやすくなったんですね。軽くなる感じはするかもね。ヘッドも軽く感じるでしょ。そうですね、うん、あ、なんかやっぱ、あ、軽いですね。 100g でもだいぶ違う、はい、うん。
視聴ありがとうございます、チャンネル登録と高評価ボタンの方もどうぞよろしくお願いいたします。アマネトリの友人とリーガルプレイスの野口でした。ありがとうございます。では